さて、今日はいよいよサンクリストバル・デ・ラスカス、このメキシコの沈没地とも言われている、そのような場所に行きます。結構楽しみにしてますね。あの日本人の方も結構多いみたいで、あのこのメキシコの旅中1ヶ月で日本人と会って話したの1回だけなんですけど、ちょっとね日本語に飢えてるかな。まあとにかく沈没するぐらい素晴らしいところらしいんで、とにかく楽しみです。ここトゥクストラからは、コレクティーボとと乗り合いバンみたいなので、山間部を移動してこう1時間ぐらい行くらしいです。いや正直ね、トゥクストラはメキシコの他の町ですと美味しい食堂みたいなのめちゃくちゃたくさんあって、屋台とかも含めて選ぶのが大変なぐらい、もうそこら中に美味しいところあるんですよ。でもトゥクストラはそういうのを見つけるのにすごい苦労したというか、なんかちょうどいい食べ物屋がなかったんですよね。まあそれもあったし、まあ見どころとしても街としての見どころも全然ないし、まあ私の個人的な感覚としてはそこまで正直魅力を感じてなかったんですよね。ですけども最後の夜にマリンバの公園で、ダンス交流をすることができて、地元の方と、まあ、それが最高に良かったですね。素晴らしい経験でしたし、あとはホテル宿が最高でしたね。めちゃくちゃ広いし、なんだろう、コーヒーメーカーもついてて台所もついてて、もうエアビーみたいなそんなとこでしたけど、基本メキシコは2000円ぐらいでダブルベッドの個室、ホテル取れるんですよ。まあ、ですけどその中でも今までで最高だったんじゃないかな。まあ、そこは良かったですね。いい滞在ができましたね。何よりスミデロ渓谷は最高でしたからね。トゥクストラはとにかく良かったです。結果的に良かったです。サンクリストバルに着きました。もっとね、山間部のちっちゃい町だと思ったんですけど、思った以上に大きい観光地みたいな、そういう感じですね。あ、ここにもハミングバードがいるな。あ、非常にガーデンが綺麗なホテルです。早速ね、サンクリストバルの街に出かけて、ランチを取ってみたいと思います。サンタみたいな。メルカドを通ってきましたけど、別の国に来たのかと、私はいつの間に国境を越えたのかと思うぐらい別世界です。すごい、人も食べ物もなんかすごいですね。生き生きしてますね。すごいとこ来たなっていう感じ。市場でこの量、これ全部で180円ですよ。
すごいね、これはすごいわ。これ3、4日かかりそうですからね、食べるのに。でやっぱり見たこともないような果物とか、あのナッツとかもあって、かなりね楽しいですね。これはいいとこ来たな。ちょっとねプライバシーもあるんでむやみに撮れませんけど、ここにいる人たちの顔立ちがもうインカ帝国の末裔みたいな、もうもろにインディオですね。いやすごいな、いい街だな。ミアナッツ試食してみます。うん、美味しいね。いくらだ？50コスタ？50。一袋結構しますね、やっぱナッツは。100ペソ600円。でも質はいいですね、すごい。美術館みたい。すごい色とりどり。チアパスさんのコーヒー豆、美味しいですね、コーヒー。これ、M サイズ、一番大きいサイズかな、これ一番大きいサイズで、150円ですから、まあ、コンビニのコーヒーみたいな感じですよね。味わいが全然違う、まろやかですね、結構ね。酸味もあんまりない。あとやっぱチョコレートも結構産地っぽいんでね。これもね、多分オーガニックだと思うんですよ。楽しみだなあ。なんかこの、わかります？粗い感じ、もう見るからに濃いですね。ああ、すごい。これはね、本当にあの私がオアハカで見た豆を砕いて砂糖を配合させて、まあ、多分どこのチョコレートもそうなんでしょうけど、ちょっとね口の中でボソボソするというか、わあこれは美味しいわ。うん、ヨーロッパベルギーとか各地でいろんな美味しいチョコ食べましたけど、正直一番ワイルドな味、より自然な味ですねこれは。うん、まあ 70% っていうのもあって甘さも控えめで、これはね好きですね、これ最高。チョコとコーヒーね、これはねコーヒータイムに困ることがない。270円、ちょっとしますけど、これねクオリティは高いですよ。さて夕方になってきましたが、かなり肌寒いですね。標高2000メートル超えてるんで、ちょっとね寒いな。トゥクストラグティエレスとは全然違いますね。ちょっとこんなペラペラじゃね、ちょっと風邪ひいちゃうんで。
一旦帰ろうかなと思います。出汁が効いてる、鶏の出汁が。